俺のポップルに会いに行こう。なんか一回行った方がいいのかな。そんなこと言ってたような気がするんだけど、気のせいかな。行きましょう。へい。ねえ。いい女。オッケー。今のでご飯3杯はいけるわ。落下するときこれでよかったな、それ。うん、かっこいい。暗黒雷神剣だな。うん。いや、養老人、なんだっけ。なんでもいいや。角度がいいっすね。あ、門番の人。いや。うっす。あー、神話の、あ、マジで。ちょうどあれだ、いいわ。行く予定だったし。神話の森どっちだっけ。あー、右か。あれ左だっけ、どっちだっけ。神話の森ってどっちだっけ。あ、でも次の目的地。右か。わかんなくなっちゃうんだよな。寄ってくんなよ。今日もボタンでドライブだぜ。うら。あのですね、本当に、まさかこんな日が来るとは、あ、ボタン！散々あれですね、最初やられてきたあのイノシシくんの、あ、イノシシいる？今あれが出てるってことはいるよ。イノシシくんがついに、あの、あれ一撃じゃねえ。森のイノシシなんか一撃だったのに、これ一撃で倒せたんですよ。森のイノシシ違うのかな、耐久値が違うのかな。どっちにしあれだな。ここのイノシシの方が強いのかな、もしかしたら。あー、もう鬱陶しい。回復してくれ。ちょっと待って、タコ殴りにされてんだけど。おい、イノシシの死体くっそ、回収する前になくなっちゃって。あー、もうめんどくせえな、ほんとに。ほら、これでいいだろう。タコ殴り、久しぶりにあんなタコ殴りにされたな。エミール君ありがとう。一撃じゃなかったですね、三撃ぐらい。なんでだろうな。でもなんかね、森にいたさ、あれよ、イノシシ一撃だったんよ。個体差があるのかな。言うてでもあれ最初10分とかかかりましたからね。大進歩よ。こっち側からだったっけ。喋りたくねえ。うん、そっか、あったこと。神の木から変な気配。神の木、うん、なるほど。わからんちん。へい。え、うん、面白い話出た。聞かなきゃよかった。早うせ。ああ、バッテン押すと早いんすよね。だってさ、なるほど。おったがや、おめやか。うん、終わり。俺の女房駆け落ちし、おお、彼女が、うん、誰が海岸の町。ああ、なるほどね、わかりましたんで。
かわいそう。こんな村にいるからだよ多分。草であり我は木であり我は空、我は光、我は人。黒人多い。めんどくせえの来た。小説来ましたね。こんな記憶。どっぷりドリップ。日焼けたほど。あれ何色なんだ。うわぁ、すくい上げでいいんだっけ。ひらがな振ってほしい。赤い目潮の柱。13人。タグ赤い竜。なくなってしまった。なんだ。すげえな、なんか。水晶のような宝石。あら、むすげえな。記憶を食うまま。これでいい。これ何色なんだろうね。やっぱ色か。あと赤と赤だべ。なんとなく強調してるなっていうか。壮大だな。
千年の孤独。鍵。うん。赤いメット。喪失の数。ちょっと待って。喪失でしょ。63人。でもなんか63人いたのが半分ってことでしょ。じゃあこれじゃね。え、違う。まあ63でいいのか。半分で63になったってことか。はい、すいませんでした。話ちゃんと聞けよと。はい、長えべな、これな。これ連打の方が早いか。いいね。おら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 。これスタートとかで飛ばせん。あ、スカートも一応効くな。大丈夫だよ、もう。いや、大丈夫じゃないかもしんない。はあ？もしかしてこれ毎回違う？はあ、しょうがねえな。俺間違った今。見るしかねえかじゃあ。何色？うん。あれ？うん。俺今あの選択肢間違ったのかな？うん。23。あ、変わってる。やべ、最初のやつ見てね。変わるんだ、これミスると。赤い竜。うん。すいません、最初のやつちょっと見てなかったっす。えい、なんだよ。これひでえ、卑怯、卑怯だよ。うん。あ、うん。最初のやつね。やばいぞ。ドリップ。群青色、おら群青、いやーダメだ、ここで次の話行け、次の話。赤い目敵で何人。うん、話を変えるね、曖昧なんじゃないか。23。はい。うん、赤い竜。群青でした。はい。うん。23でしたね。うん。はみ出ていい。これを3回目か。4回目ぐらいだっけ。こんなにやってるやつはなかなかいないだろうな。一発で決めろよと。
あれを3回やったのは多分世界で俺だけだろうな。うん。火を倒した。ってことはこれがそうなのか。もうこれがあれか。一番簡単なんですね。簡単、一番簡単なのにある意味一番ん。うん。わかりましたんで。絶対離さねえぞ。蹴りまーす。うんうん。で、サンクス。3回か。赤い竜は結局関係なかった。色で攻めてくるのかと思った。うん。ボタン。バーサスボタン。うわっ。うん、ボタンはかわいいな。はい、この疾走感や。うむ、大義であった。ほんであっこ行かなきゃいけねえんだよな、海岸の。うん、デオルさんのとこ行って、うん、っていうかこれもう集まって、もう一個ぐらいあるんじゃなかったっけ。デオルさんとこ行く前に、まあとりあえず、とりあえずよ、クエストがね、なんかもうここまで来たら埋めたいっすよね。すげえ曇ってる、嫌な天気。ご機嫌斜めですね、お空も。結局あれは何色って読むんですかね。僕には皆目見当もつかね。東側のどっかにいる女性、街の東側、この辺じゃ、あれあれじゃね。うっす。あら、うん、5年も会ってないわ。え、前の音より全然しましょう。ああ、これ戻るのかね。うん、海岸の町、あ、え、この辺にいんの。うん、や、よく持っている商品、格安で、え、これどうすればいいんだ。おや、うさんくさい青年、違法品、北に逃げた、北に逃げた、北に逃げたとな。北に逃げた、北の平原、めんどくせえな。よし、ちょっと待ってください。うん、一旦切るか。とりあえず弟に聞くみたいですね。行ってみよう。あー、これっけ。正気に戻してあげよう。
正気だ今日は。うん、黄金の首輪。うん、母さんと、え、マジか。死んだやつか。やべ、クソ、ところでがダメだ。一瞬だけ、一瞬だけ自我が芽生えた。うん、というわけでじゃあ村に消えるか。言えるわけねえよな、多分今の状態で。待って、それではなんかもうすごいことになるぞ。もう世界征服しようと思い始めるんじゃねえか。うん、無理でしょ。どないもこないもならんことになるぞ。うん、亡くなっていたんですね。お気の毒に。自業自得とも言える。最後まで好きな女と共にいられたのだ。幸せなんだろうよ。死ぬことは幸せとは言わない。本当のことは我々には分からない。うん、まあね、こういうのあるんだよ。よっ、あれ、いけねえのか、あれ。ダメか。別にあっちから行かなくたっていいんだけど、ね、むしろこれ溺れた方がいいのかな。よっ、いや、ダメか。うん、いや、溺れた方がいいのか、むしろ。やって、そうそうそう、溺れた方が良かったんだ、むしろ。うん、よくもねえんだけどよ。ええか、戻っぺや。うん。あとどうしようかな。とりあえず、まあ、これで依頼こなして。ガトツの突進力甘く見てたな。うん、さすがあれだわ。3番隊だっけ、何番隊だっけ、分かんない。斎藤はじめの技だけはあるな。うん、あの女のとこおったわや。うっす。うん、うん、いや、見ちゃったもんな。見たっつうか、うん、現場に言わせたからな。うん、そんなに最低なとこだから嫌だってね。きっともうその今のセリフもあれだな、引っ掛けられた一人だな。うん、94か。あとじゃああれじゃね、4つとかじゃない。うん、4とか5とか。歌姫新作料理2。うん、おー、あれか、さすが新しい包丁であれか、振る舞ってくれるというのか。うん、94か。これいけんじゃねえか、 100%。 さすがにあの種はあの攻略見ないと無理だったんですけど、てか無理でしょあれ、あんなもん攻略見なきゃ。時間かかるし、めんどくせえし。うん、てか分かんねえよな、すん考えて。攻略ありきですね。サイレンというゲームは本当にそんなんばっかりだったな。あれ絶対 100% クリアできねえ、普通にやったら。いいゲームですけどね。うん、ああ、メシアか。メシア、メシア、メシアライザー。しょいえ。うっす。うん、山寺宏一みたいな爽やかな挨拶だった。うん。
新作料理2。うん。オオナマズ持ってるぞ。うん。かば焼きか。10! オオナマズ 10! 代金は弾み。これね、釣るのまあまあめんどくす。ルアーででもいける。後ろには料理のレシピは書かれていないのか。そんな矮小な子が我にあるわけなかろう。そこだと料理もと一緒にするでない。魚売ってる店。魚ね、魚。これ餌だよ、ね。魚売ってんのこっちだっけ。うん。こんにちは。オオナマズ売ってます？売ってないですよね。これさ、ナマズさ、売ったらさ、あの、追加される商品。やめとこう。どこで釣れっかな。てか、これすごい。1万2000か。というわけで一旦ちょっと切ります。ちょっと釣ってきます。